闇をさまよっていたんだ。慣れ合いと諦めの世界で、その闇に一筋の光を刺したのは心からの友達。今ではみんな同じように暖かい場所で眠った眩しい。食べ物に困らず教育も受けられる。王子たちが夢に変わった。暖かくて優しくて笑い合える毎日、そんな国を作るように導きましょう。ことだけが大事で、這いつくばる日常しかなくて、だけどもしかしたら明日にはそんな希望をくれたのも友情。今でもほんの少しでも本当はいつでも立ち去ることにためらいはない。ふさわしくなんかないけど、真実だけ見極めて前に進む勇気を、どうぞその胸に掲げて。きっとやれる。あなたたちは素晴らしい国王候補だから。暖かくて優しくて